や、似てたかな今、自分でイヤホン、聞いてる限りじゃ、ね、ちょっと似てなかった。おいおい伸びたおいおい伸びたはおいはい、教授。教授もいいなと思ったんだよ。そう。このチームに入った時に、教授使おうと思ったら、で、教授の C バッジかなんかバッジかな今日狙ってますみたいな感じの雰囲気、オーラ出してたんですよ。この引きちぎり。危な危な山内と濱家の、危な使いたかったんですよ。うん、で、まちちゃんこれ、ね、今くっついてるんですよ。あれまあ、いいか、これすぐなくなるんだよね、確か。うん。あれ、どうやって使うんだろうと思って知らん、あ、これ2個目かもしんない、みんなごめん。これ、まちちゃんについてる鱗って2個目かもしれない。泥棒やるじゃねえか。泥棒でもいいですかって多分言ってた気がする。てか、強っ待って、泥棒強すぎる何これ泥棒強すぎやろ、これ。このまま教授追うの？泥棒でいいと思うんだけど、あ、泥棒のあそこにライト置いてあったからか。リートだ。あ、だからか。強すぎやろ、これ。すごい、すごい、あいつ、うざ。めちゃくちゃうざいやん、あの泥棒。へぇー。あんなに早く溜まるんだね。で、さらに、なんだこのクソパ。めっちゃくちゃクソすぎてやばいよな。ね、虫も来るし、泥棒も来るし。で、大してそんなにみんな解読しないっていうね。なぜなら、手伝ってたからです。はい。さあ、お前、どんだけ解読したか見してみろ。あー、80% で。で、マジちゃんはこんぐらいですか。で、泥棒は？はい。本来なら、このチェ、60秒。本来ならみんな70ぐらい行ってもいいんちゃいますかっていうね。いや、みんな手伝いに行ったからな。わあ、でもこれ、昆虫学者の邪魔してんか。で、昆虫学者は救助だね、すぐに。昆虫学者は賢いな。これ多分ね、いいパーティーに入ってると思うよ。だってこんなにすぐ奥に、隠れようとする昆虫ってなかなかないからね、事前に言ってるし。でも俺だったらね、もう墓場の暗号機の後ろ。うん、もう一枚板の奥で倒れます。はい。で、まちちゃんここ解読してるので、教授の視点を見てみようか。あ、ちゃんと見てるね。まちちゃんがあそこに、違う、こいつ昆虫見てるかもしんない。褒めるのやめよう。はい、でっかい。うん。でっかい、ブルーノがさ、ルフィが、ギャッセカンドってやってて、で、ブルーノがでっかいっつってから、めっちゃボッコボコにされる時が一番俺の中でピーク。はい、よろしく。ちなみにワンピースの中で誰が一番好きなんですか？はい、スモーカー。はい、そしてピン343。今のうめえな、こういうなんていうのかな、中国でダンダオトゥーフーって言うんですよ。うん。リッパって、シュワンダオトゥーフーとか言うんですよ。そう。リッパって刃と通常攻撃で、まあ、攻撃頻度が高いやん。で、こういうハンターってさ、一発ずつ攻撃するしかないんで、単刀。ね、単刀直入の単刀ね。単刀ハンターみたいなね。うん。で、単刀ってなんか短い刀みたいな感じがさ、で、こいつも短いんかな。はい。あれうまかったね、今の鱗。あれ結構ね、弱体化されたよね、こいつ。で、この瞬間移動はナンセンスだな。で、今から泥棒、すでにワンズリしてる泥棒に、まあ、ワンズリじゃない、ワンズリしてる教授を諦めて、泥棒に行くのはナンセンスだね。危なっ。泥棒って恐怖違うな。みんなごめんね。で、泥棒って恐怖もらうね、普通に。うん。で、ここですぐにあいつを解読してるんじゃなくて、うわ、溜まるの早いな。すげえな。もう多分、ね、ひずめで、豚のひずめみたいなのつけとるんじゃないさあ、プチスケ、ファイト。また、なんでわざわざ行ったんかな。ね、泥棒がターゲットをさ、引き取ってた。あ、すみません。本人も分かってんだね。うん。だから自分のミスはちゃんと分かってるってことですね。ここはだって、こいつがあそこに行かなければ、泥棒あそこでチェイスしてるからね。下手したら泥棒の遺産合計に伝えるしな。で、泥棒の方に多分飛ぶんだろうね。で、マッシャンはすでに詰めてるんだよね。分かってんだよ。もう残り1台だから。で、マッシャンが詰めることによって、こいつは守らざるを得なくなる。でもさっきの動きを見てると、こいつは守らない可能性も出てくるんだよね。泥棒があそこにいるからすでに食らってるのが分かってんだよね。で、このマッシャン、やっぱマッシャンは守るんだな。うん。で、ここで虫も来ると。オッケー。さっきの動き見てたら、ねえ、もう、かまってられないんだよ。ほらほら、見てください、皆さん。ほら、そうでしょ？かまってられないんですよ、次飛びのやつに。あ、でも、泥棒もう寸止めできてるわ。うん。ほら、次飛びのやつをもう置いてんのよ、ここ。すごいでしょ？だハンターがどういう風に、心情変化、メンタルがどういう風になってるか分かるわけないよ。ね。でも、次、ま、素直にさ、教授を追って釣った方が良くないかっていう状態なのにもかかわらず、瞬間移動をぶっ破して暗号機に行ったんですよ。満タン状態。ね、健康状態の泥棒ですよ。道具、ね、いっぱいある泥棒に。で、これ、通電後もこいつはさ、ね、捨てて、あ、さらに行くよ。はい。で、昆虫学者は、ここに、ちゃんと、あ、置いたんだね。
やっぱそんなするか、うん、でこれ瞬間移動してこの乗車すぐ死んだんで、あれと思って普通あそこ虫置くんちゃうかと思ったんだけど、ちゃんと置いてたわ。なのにもかかわらずそのままぶっ込んでいったっていうね、意味不明な状態だな。じゃあお前虫見ねえじゃんっていうね、うん、うわ危な。え、この試合って勝ちか、勝ちになってるわ。うん、教授これもう死ぬんちゃうか、普通に無理やろ。あともう一人来てもいいんちゃうか、泥棒が来るんで。泥棒多分これあのタイミング合わず死ぬな。うん、こいつはそのままぶっ込まれて死ぬわ。うん、いや救助せんな、どうするんそれ。でそれを見かねたマジシャンは、ああ勝ったりーやってことでも出ます。あ、タイミングジャストだな。でこの試合勝ってんだな、これが。うん、こいつもどうすんのこれ。で出ちゃった。え、違う、え、出ちゃったから見れなかったと思ったら、え、マジシャン外出てまだ見てたんかなこれ。そう、え、うまっうまっ。あ、見てたわ、多分普通に観戦モードで見てた気がする。で、ここで、頑張って開けるんですよ、そう。で、次、硬直、ね、食らってる時に、で、昆虫がすぐに、開けます。はい。いや、泥棒あれ、何だったんだろうね。いや、これはね、教授がうまいからや。え、出れるのこれ。あ、泥棒は向こうから出れるか。いやいや、ちょっと待って、これ、何何これ、ちょっと出れそうなので出れないの。何これ昆虫が出れるんかな。これ泥棒はどうすんの。泥棒は救助行くんかな。ちょっと何これ、何これ、ハラハラドキドキしんのすけぶちのすけ、はい、見て、え、こんなハラハラドキドキぶちのすけだっけ。これ昆虫出れるんかな、これすごい邪魔、昆虫の虫すごいね。あ、出れた、あー、よかった。で、こいつは、あー、オッケーオッケー、もうこいつはそのまま向こうでね。あー、よかった、よかった、のび太くん。チャンネル登録お願いします。